以前二股問題で謝罪をしていた芸能人がいたが、一度に二人三人を同時に好きになることだってあるだろう。恋愛にもいろんな形がある。同時に好きな人が二人いちゃダメなのか、泣いて謝ることが美しいことなのか、セルフブランディングのレベルが低い。謝るということは自らの行為、自分自身をダメと言っているもの、己の生き方を否定しているに過ぎない。自分の生き方、自分の人生なのだから胸を張ればいい。自分で自分を否定する必要がどこにあるのか。会見を開きコメントするなら、償わなければならない相手の方には誠意を持って向き合い続けます。でも、あの人と出会い愛したことも愛していることも事実です。たとえ世界中に否定されても、この思いを貫きます。もし本当にそれが自身の愛の形なら、そう言えばいい。愛の形は人それぞれ、いい愛も悪い愛もない。存在するとすれば、素敵な愛かどうか。お前の愛にも、リスクや責任が含まれている。覚悟なき、美学なき愛は、成立せず。